皆さんこんにちは。オノデララスポットのファンです。ベトナムから来ました。オノデラライスポートのマリアです。フィリピンから来ました。皆さんは休みの日は何をしますか？今日のテーマは休みの日は何をするのを話したいと思います。どうぞよろしくお願いします。やったー、明日休みだ。マリアさん、明日の予定はどうですか？明日の休みか、何もしないで家でゴロゴロするつもりですよ。え、そうですか。明日はいてみだよ、もったいないじゃん。それはそうなんだけど、日本でまだ友達がいません。どこかに行ったってもわからないんです。そうですか。アンさん、休みの日に何をしますか？私はね、ショッピングが大好きですので、よく商店街に行きますよ。この服とか食べ物とか買いました。それに商店街を散歩するときにリラックスできますよ。そうなんですか。でも私はショッピングにあまり興味がなくて。それなら自分の街を散歩してみるのはどうかな。何か興味がある場所があるかもよ。楽しいですよ。そうですか。いろいろな場所に行って景色の写真を撮ってみようかな。日本はいろいろな楽しいところがありますよ。春になると花見があって、夏になると花火があって、秋になると紅葉があって、冬になると雪が見えるかもしれないよ。なるほど。これから私も楽しい休みを過ごします。皆さんも週末いろいろ楽しんでくださいね。それではまた見てください。